がいるんですよ、はい、はい、もうおなじみだと思います、ね、はい、プロボタ真っ青のこの2人でございます。流れさん、ミスター X。 はい、流れです。今日も温故知新で、ミスター X と共に頑張ります。ミスター X 頑張ろうな。はい、よろしくお願いします。声高いな。そうなんですね。だから、さん、ちなみになんですけども、はい、サッカー選手から、はい、プロレスラーになった人っているんですか？います、国際プロレスに来てたイワン・バイテンという人のお父様が、オランダの有名なサッカー選手です。有名な、なるほど。蝶野選手もね。あ、そうですね、そうですね、そうですね、失礼しました、ね、そうです、そうです。蝶野選手ってサッカー結構上手かったんでしょ？なるほどね、もうラスト。はい、あのね、お手本ちょっとね、はい、下ネタっぽいんですけどね、昔のあのペドロ・モラレスというね、はい、昔の WW、 今の WW のチャンピオン、 3W ですね。この人が初めて日本に来たと20歳の時、はい、昭和41年にですね、有名なぬか毒事件となりましてね。ぬか毒、ぬか毒、ぬか毒、ぬかずの6発。ぬかずの6発ってなんですか？ぬかずの6発。ちょっとあの下ネタっぽいって言いましたけど、下ネタですよね、完全なる。初めてになりましたね。失礼しました。これガチになった初めてです、本当に。こういうね、エピソードはプロレスラーはこと書かないんですよ。なるほどね。ね、はい、そうですね。私はですね、今ですね、話に出た北朝鮮でにわかにクローズアップされてきた、アントニオ猪木さんですけども、アントニオ猪木さんもですね、初めて議員になった平成元年にですね、こう遊説先の会津若松でですね、暴漢に襲われて、首を大量に切るという事件があったんですが、それにもかかわらずですね、腕で止血をしたまま公演を続けるという逸話が印象に残ってますね。あったね。はい、以上です。平成元年ね、はい、ありましたね。もうプロレスラー超人伝説のもう走りみたいなもんですね。ですよね、はい、すごいな。ちょっと流さんのね、見せてくる時間結構なかったんですよ、すいません、ほんまに。いやいや、まあ、また頑張ります。はい、いや寂しいな、そんな。今日はね、下ネタ言うただけです。パテライト、パテライトだけですよ。ほんまに横に覆面の人おったらもう変態みたいに見えますから。下ネタ言う軍団みたいな感じで見えますからね。ほんとまた今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さ